皆さんこんにちは。大葉チャンネル、本日はですね、この包丁もまな板も全部いらない、とっても簡単なね、人参ご飯ご紹介していきたいと思います。人参ってね、ベータカロテンたっぷりで美容にいいっていうイメージなんですけども、実は粘膜を作って免疫力を高めてくれますんでね、今の時期ぴったりじゃないですか。美味しくてね、簡単でね、栄養バランスバッチリのね、ご飯になっておりますので、早速今から作っていきましょう。さあ、そしたらね、お米は乾物ですので、どんなお水を使うかによってね、お味だいぶ違ってきます。なんでここで水道水じゃもったいないですので、なんで1回目特にお水吸いますんでね、浄水器の水使いましょう。そしてなるべくすぐ捨てる。ほら、だいぶ色違うでしょ。さあ、そしたらね、ザルを使いますと水切りが楽ちんなのでね、いいんですけども、めんどくさかったらね、もうお鍋の中で洗っちゃってもいいですよ。はい、それじゃあね、お米洗って吸水させていきますけど、ポイントはお鍋の中で吸水させる。今日はね、お米2合なので、お水はね、はい、2割増しだけ入れときます。そうすると10分ぐらいの吸水の間に2割増し分がね、お米に吸水されまして、お米とお水がね、同量っていう感じで、ね、炊いていくことができます。で、例えばこれね、洗ってボウルで吸水させて、その後ね、お米をお鍋の中入れまして、お米とお水と同量ってやってもいいんですけども、このお米の中にもね、水溶性ビタミンのビタミン B 群とかが入っておりまして、吸水中にも溶け出しちゃいますんで、お鍋の中で吸水させておくと、溶け出したものがね、炊いた時にまた戻ってくるんですけども、こっちの場合は捨てちゃいますんでね、非常にそこがもったいないです。栄養っていう部分でももったいないんですけども、お米の甘みにも関わってきますんでね、お味と美味しさのためにお鍋の中でね、ぜひ吸水させておきましょう。そしてこれ、今日これね、人参は皮を剥いておりません。人参はね、皮のところにね、非常に栄養がありますんで、ちょっとね、ちっちゃめで皮が綺麗そうな人参を選びましてね、しっかり洗いましたら、そしたらもうこれごとお鍋にドーンです。で、この軸の部分はね、最終食べないんですけども、いいエキス出ますんでね。じゃあね、ご飯2合に対してコンソメが小さじ1、そこにね、オリーブオイルを一回しだけ入れましょう。あの、もこみちみたいにダブダブ入れちゃダメですよ。これ人参ってね、脂溶性ビタミンのビタミン A が多いので、ちょっと油と一緒に食べることによってね、また吸収率がグーンとアップするんですよね。なんで理にもかなってるんですよ。さあ、そしたらば火加減中火にしまして、蓋していきましょう。上の人参がね、加熱されることによってめちゃくちゃ甘くなりますからね、野菜嫌いの子でもきっと食べれると思いますし、上の部分だけね、ちょっと潰したらね、離乳食にもできますからね、そういう部分でもすごい使いやすいです。さあ、それじゃあね、お鍋から蒸気上がってきました。ここでね、火を小さくしまして、12分です。しかしね、ご飯の炊ける匂いってね、なんでこんなにいいんでしょうかね。いや、早くできるのが楽しみです。はい、それじゃあね、12分経ちましたので、中こんな感じ。おお、ご飯はふわふわにできてますね。これ人参火通ってんのかな、ちょっとチェック。おバッチリ。さすが熱伝導の鬼、ステンレス鍋ですね。フォークでいくとこれぐらい。なのでね、おしゃもじで十分切れますんで、このね、ヘタの部分だけ先出しておきましょう。それじゃあ、あとはね、おしゃもじで適当に崩しまして食べていきましょう。でね、最後ちょっと色合いを添えたいのでね、このパセリ、うちはね、冷凍してあります。こうやってそれを上からね、パラパラっとやりましたら OK です。よいしょ。さあ、それではちょっとね、食べてみたいと思います。非常に美味しそうですね。いただきます。うん、人参甘い。
ました。それにね、ちょっと発見なんですけども、これ人参ってね、一本丸ごと入れましたでしょ？細い部分はね、すごい柔らかくて、軸に近いほどね、しっかり食感が残ってるので、この一杯のね、お茶碗の中でね、いろんな食感が楽しめてね、これはね、丸ごと一本ね、入れていく良さですね。で、今日これ人参にしましたけどね、かぼちゃでやってもいいし、トウモロコシなんか入れてもいいし、食材変えればね、いろんな方法でやれると思いますのでね。人参の丸ごとピラフ、ぜひお試しください。それじゃあ今日も動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。今回も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。普段こちらからはお顔が見えないので、動画の下の方にありますこういういいねボタンやちょっとしたコメントいただけるとすごく励みになります。そしてこれからもこういった発信を続けていきますので、動画気に入ってくださったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネル登録やコメントやいいねボタンっていうのは Google アカウントを使ってログインすると使えるようになります。 Google アカウントに関してはこちらの右下の三角ボタンを押していただくと概要欄が出てきますので、そちらに短くまとめてありますのでぜひご覧ください。またね、ここに出ている動画もおすすめですので、よかったら続きで見ていただけたらと思います。ちゃんと作って、ちゃんと食べて、心も体も元気にいきましょう。